次に松本隆さんおはようございます通告に基づきまして質問をいたします宮津市 福祉バスの利用について高齢者の方の生きがいづくりとして地域で安心して生き生きと生活ができるよう老人クラブ等各種活動の推進に力が入れられる中で現在老人クラブ等の福祉団体の研修活動などに利用されております 福祉バスの使用規定には、宮津市福祉バスは公用のほか、特に福祉団体の事業活動に供するため設置するもので、その使用については、別に定めのあるもののほか、この規定の定め,に定めるところによる、また使用の申請では 福祉バスを使用とする者は使用日の3日前までに使用申請書を提出し市長の承認を受けなければならないとあります高齢者サロンの活動をしている方が早い時期に申し込みをされても希望する時期や曜日が空いていなく取れないという声があります紛れもなく 福祉バスの利用ニーズが高いということが言えますが年間通しての使用件数および使用団体は何件ほどあるのかまた使用内容におかれましては通所型介護予防事業や障害者機能訓練事業の送迎の利用で毎週利用されるほか 老人会など各種団体が活用されていると聞きますがいずれにいたしましても福祉支援を必要とします幅広い市民の生きがいづくりと人と人との交流が深まる大切な事業のためにあります利用申し込みニーズに対応できるよう福祉バスの運行増便等の拡大を図ることが できないのかお尋ねをします次に小水力発電の推進で進行策を昨年3月に起こりました未曾有の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故により国内のエネルギー問題が大きく取り上げられるとともに今後の電力不足と節電対策に 大きく影響すする大井原発ののの3号機4号機機4再稼働の是非が問われておりますこれまで日本国内の電力は遠隔地にある大きな発電所から供給されてきましたがこれからは原子力発電だけに頼らない依存を減らす政策を進めるとともに電力源を各地に 分散配分し地域で消費する電力はその地域で生産する新たなエネルギーの推進を図ることが肝要であり今その転換期に差し掛かっております私たちは暮らしや産業の中で毎日たくさんのエネルギーを使用していますしかし原子力発電を除くとエネルギー 自給率である国内で使われるエネルギーを国内の資源で賄える割合というのがわずか4%と言われエネルギーの中心となっている石油や石炭天然ガスなどの化石燃料のほとんどを海外から輸入に頼っているのが現状でありますまた今後におきましても安定的な エネルギーを確保するために化石燃料に変わるエネルギーの確保が課題となっておりますまた太陽光風力水力地熱バイオマスなどの再生可能なエネルギーから作った電気を国が定めた単位で一定期間電力会社が買い取ることを義務化する電気事業者による 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法が7月からスタートされますこのような状況と新たな新エネルギーへの機運が高まる中お尋ねをします平成18年12月定例会でも質問をさせていただきましたが小水力発電の可能性がある地域として旗地域を先進的な モデルとして旗川の水流を利用した水力発電ができないかと思うわけであります旗地域は上地谷と家地谷からの河川が交わり旗川を形成しています落差勾配及び年間を通しての水量があり市政施工までは自家発電をされていた実績があります また5月15日には、タバージニア・センターの竣工を迎え、今後において中長期的な持続可能な取り組みを考えますと、後継者も含め支える人が必要になります。そのためにも、行ってみたい、住んでみたいと思うような魅力あるモデル地域にしてはと思います。 水力発電機の建屋をそのロケーションに合わせた水車小屋風など景観環境に馴染むものに生かし地域で消費する電力をその地域で生産し地域の取り組みに活用していくという地産地消としての新たなエネルギーの推進を図り定住促進や観光振興に つなげていけないかと思うわけですが、その可能性と推進につき、お尋ねし、質問とさせていただきます。川島健康福祉室長 松本議員のご質問のうち、私から1点目の宮津市福祉バスの利用についてのご質問にお答えをいたします。福祉バスにつきましては、機能訓練教室、介護予防のためのはつらつ教室など、各福祉施策の実施を主とする公用使用と、福祉団体が取り組まれている事業活動に利用いただくこととして、設置をいたしております。 その利用につきましては、公用での使用を優先し、平日での利用を基本として、公用で使用していない日において利用いただいております。利用状況についてでありますが、平成23年度実績で申し上げますと、公用での使用が129回、福祉団体での利用が41団体で61回、 合わせますと、1年間で190回の運行をしております。しており、福祉団体の利用について一定のニーズがあるということは認識をいたしております。また、福祉団体で利用されている時期を見ますと、春、秋の過ごしやすい時期に集中しており、夏季は少し利用が減り、冬季は利用がほとんどない状況が見受けられますが。 全く空きがないい月はは昨年度においては、えー、ありませんでした,したがいまして日程の変更により調整のつくものにつきましては今後も日程変更で利用いただきたいと考えておりますが日程変更がどうしてもできないなどの事情で福祉バスを利用いただけないケースもあるものと思っておりますので市役所全体でのバスの有効活用の観点から バスの台数を増やすことも含めて効率的な運行について検討してまいりたいと考えております。ご理解い参りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。小西事実循環室長。 私から2点目の小水力小水力発電の推進で振興策をのご質問にお答えをいたしますこの件につきましては平成18年度の議会で環境の先進地を目指す本市としてまた観光振興の面から意義深いものではありますがその一方で実施主体発電量を活用方法 そして費用対効果等の経済性などの課題があるとして今後の研究課題とさせていただきましたそうした中で平成22年度において総務省の緑の文献改革推進事業を活用し議員からご提案のありましたマイクロ水力発電も含め太陽光小型風力小水力等のクリーンエネルギーの 存とそしてその結果として平成23年3月議会において特に小水力発電につきましてはイニシャルコストに多額の費用,が費用を要することから観光モニュメント的な利用あるいは災害避難所での非常電源としていくようなことが考えられると。 お答えをしてきたところでございます議員からは今回、本年7月からのスタートとされている、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法における再生可能エネルギーの固定価格買取制度という追い風が吹く中で、再度、旗川での小水力発電についてのご提案をいただきました。 幡川における小水力発電は以前、幡地区に置かれていた自家発電施設のあった条件下ではありますが平成22年度のクリーンエネルギー保存量調査からその最大出力が4キロワット程度と見込まれることまた必要となる設備投資これはあの流水管の流水管路ですとか 発電設備、そして議員が触れられた建屋、こういったものなどでございますけれども、この設備投資に4000万円という金額がかかるという具合に見込んでおります、こうしたもとで、本市といたしましても、固定価格買い取り制度を念頭に、旗川での小水力発電に伴う収入を試算をいたしました。 その結果200キロワット未満の中小水力発電における買い取り価格を1キロワット時あたり35.70円35円70銭とするパブリックコメントが終了したところでありまだ確定といったレベルのものではありませんがこの単価の下では20年間の売電収入が1700万円程度と 見込まれるところでございますしたがいましてイニシャルコストを並びに今後の設備の維持管理も考慮いたしますと市といたしましては旗側での小水力発電の実施は困難と言わざるを得ないものと考えておりますご理解を賜りますようお願いを申し上げまして答弁とさせていただきます 松本隆さんご答弁をいたただきましたあの1点目の福祉バス事業の関係なんですけれども、まあ、このバス事業を言いましても、福祉施策なんで、まあ、例えばあの内容は変わりますけれども、介護施設等のまあ要介護認定者が、 空き待機待ちといいますかそういった面で、えー、どんだけ本当にこう施設を利用できない方がおるのかとかまたそのための対策としていろんなことが取り組みの中でされでこの近年近ればまたあー特養の関係でも新施設やらの 計画があり、そういったことでまあ充実が図られていくわけですけれども、それと同じように、やはりこの福祉バス利用についても、申し込みから外れた、また利用できなかった、そういった団体、また方が、どれだけおられるのかと、まあ、年間通して先ほど言われましたけれども、 ざっと190回ですか、の利用ということで、そういう中で、どれだけそういう利用したくても本当にできない人が、また変更せざるをえない方が、どれだけおられるのか、そのあたりを掌握をされているのかどうか、それと、まあ、その申し込み者に、 詰、えーえー、まっておれば、他の日を、まあ、取って丸いというような形にはなると思うんですけども、例えば日程はそうして詰、えー、まってきておるわけですから、あその中で、こちらの方のうまくこの調整といいますか、あこのあたり詰まっておりますので、えー、このあたりの時期やら、また日にちはどうですかっていうような。 あ、そういったあ。紹介も含めた。そういう計画の利用にならないかと思うんですけれども、そのあたりのちょっとご答弁を再度。お願いしたいと思います。それから、まあ水力発電の関係におきましては、まあ,あの条件的にま旗地域旗がそのものが。まちょっとこう厳しいとなじまないという。 ことではありますけども、まあ、総合的にあの、旗側に限らずして、えー、全体的なそういう視点からちょっと質問させていただきたいですけども例えば、まあ、そういう小水力の発電に、えーまあ、多額なこのコスト等がかかってくるという中で,で、まあ、国の方も、 それこそ昨年起きました東日本の大震災以降原発事故があり大きくその新エネルギーのそれに対しての流れというものがもう180度ほど変わってきとてると思うんですねそういう中で例えば国の方の施策でその新エネルギーについての予算措置とか そういったことが今後、なされてきた場合、それでもって果たして可能性があるところで実施できるかできないか、こういった場合に、その捉え方としてどういうふうに考え取られるかということと、それからまた、20地域におきましては、 これ市内全体ですけれども平成16年の23号台風で地、まあ、域内全域が大きなこの台風被害を受けたんですけれどもその中で、畑、ま、地、あ、域においてもしっかりでありますでそういう中で、えー、本当にこの貴重なあ一本線のこの道路が崩壊して寸断されました。 でその結果あ、ご報告によりましたらあ、2日ですか、2日半ほど、本当にこの、そこで地域が孤立してしまったと、こういうことがありました。で、例えば、その、中央の電源が災害により、えー、普通になった場合に、えー、その代わりの対策として、 えー、それはあの抜け道があったらよろしいですけども特にこういう秦地域などは一本道なんで、えー、そのための対策というものもこれからは確立をしていかんなんていうこの必要があると思うんですけどもそういう中で例えばあ少量の,その電気エネルギーであったとしても例えば、まあ、被弾状になりますう公海道とかまた先ほど言いましたけどもお バージニアセンターですか、あそういうあの集まる場所とか、等を中心に電気を起こすとか、そういう、まあ、あ主要なこの電線の電力に代わっての、そういう供給といいますか、対応というのがやっぱり測れんかなと思うんですけれども、また測っていく必要があるのかなとは思います。でまたあ この昨年の原発以降に本当にこう、ガラッとこの流れが変わる中で、本市の,この地域新エネルギービジョンですか、これがまあ平成20年の2月にえ策定されまして、その時きのまあビジョンの,その考え方と、それからそれ以降、原発事故等で、 大きく変わった国からの流れでもっと,もっとこう先進的にと言いますか率先してそういう新エネルギーに携わっていこう推進していこうとそういうようなあの新たなこの建設的な考え方と言いますかそういったことはないのかどうかそれとまあ仮にこの本市が本当にこう これまでおっしゃっておられます、観光、環境、また健康、この3つで生きていくんであれば、本当にこの原発に依存しない、この新エネルギーを、この地域でもって、また市内でもって、進めていくべきであろうと思う ですけれどもそのあたりのちょっとお考えといいますか、総合的なあのお聞かせいただきましたらと思います川島健康福祉室長。えー、あの1点目の,あの変更せざるを、まあえーまあ、変更ができない団体が、まあ、どれだけあったのかということを、まあ、把握しているのかというご質問でございました。 あのまあ、その電話をあのいただきましたときに受け付をし,、えー、しますんですが、えー、まあそのときにあの秋の日程やなんかは、紹介をさせていただいて、えー、調整をさせていただいておるのがあの現状でございます。あのー そあのまあ電話を切られ,る切られて、あのでまたあの電話してこられる方もおられますけれども、そのまま,あのまあ別の,あのバス会社に、別のいいますバス会社の方にあの,予定あのまに申し込まれるあの方もあのございます。ですんであので、正確なところはあのあの把握はあのしておりません。 であのまあ、この福祉バス、本来ですと、公、ま、用、あ、使用というのが、あのまあ、本来の使用目的というふうに思っております、ですでまあそういった空きの,の時間を活用していただいて、まあ、老人クラブなり、まあ、その他の団体さんに使っていただいておるというものでございます。まあ、あのそういった団体用の専用のの専 バスということでは要しておりませんので、まあ、その点あの、ご理解いただきたいなというふうに思っております。それで、あのまあ、市役所全体での、まあ、バスの有効活用ということで、第一答弁で申し上げさせていただきましたですが、あのまあ、教育委員会の方にも、あの教育バスというのがございます、でまあ、宮津市では2台ございますが、あの それぞれの使用規定に基づいて使用していただいておるわけでございますができましたらこの2台のバスで空き時間、空いておる日また空き時間とこういったところでお互いに調整がつくものにつきましては調整してご利用いただけたらなというふうに思っておりますそうした有効活用を図った上えでどうしても その各団体のニーズに応えきれないというようなことでありましたら、まあバスの新たな購入についてもまあ検討させていただくというふうに考えております。以上でございます。小西流通循環室長、三、えー、点ご質問をいただきました。えー、まずあの一点目のまあ国のその再生可能エネルギー関連と。 あの予算の、まあ、措置といいますか、行方といった点で、えーまあ、どうかといったあのご質問です、えーと。これにつきましては、あのーまあ、まだこれもあの国において決まった話じゃないんですけれども、えー、先般、ちょっとあ,のあるシンポジウムに参加しておりまして、まあ、その時に、この林野、林野長の方でしたけれども、あのー その再生可能エネルギーによるその電力の買い取りといったことをますることについて、当然あのユーザーの方は買い取ってもらいますので、普通の商用電力を使うよりも高く電力が売れるということになります。で、その設備に対するまあの補助と言いますか、融資といいますか、その今第一答弁で申し上げましたイニシャルコストに対する。 その財政的な優遇措置というのは、あのおそらく、おそらくです、あの多分この全量買い取りとその設備投資が、いわゆるバーターするという論理が基本にあると思っておりまして、あのイニシャルコストに対するその補助制度は、あの縮小の方向に向くというようなあの議論があなされておるという具合にあのお聞きをいたしております。 で今回もあの、も議員からご出があった畑地区、そのいくらの電力を狙うかというところが当然あるんですけれども、あのまあ当時、私もちょ地元に何名か行きまして、当時の,その発電の方法を聞いてますと、あそこはあの砂防河川に入ってまして、いわゆる河川の中に構造物を置くと、あのいわゆる発電機を置くというのはだめだということで。 あのバイパス缶を引っ張らんなんということで、当然、川をせき止めて、缶でこう引っ張って、火流で発電,を発電機を回すということになりまして、そういうあの他,に他にない設備投資がそのお金がかかるという試算です。で、単なるその発電機と建屋だけでいきますと、議員がおっしゃったように、多分バーターしてくると。 いう具合には思うんですけれども、各地域によって、そのバランスが取れないところが出てくるということで、一点ご理解をお願いしたいのと、国の動向についてはあの注視をしながらあの、国だけなしに、いろんいろなの財団とか、いろんいろな方面で、えー、この,あの再生可能エネルギーの方へ向かったあー、そのシフトを切るというのは間違いないと思いますので。あの 情報の収集には努めていかんな難というふうに思っております。それからもう一点が、あのまあバージニアセンターも含めたその災害時の非常電源とならないかということです。でこれにつきましてもあの例えばあのそのバージニアセンターにまああそこよ部屋ほどあるんですかね。あのまああの畳が引いた部屋が一部屋ということで、まあそこにいくらの電力を まあ何日間供給するかといったところとそのための設備投資あたりがどうなるかということでこれもあのちょっと地元の方に行っていろいろ聞いてきましたでいわゆるその,あの川から水を引いて発電を回すんですけれどもその取水のところに落ち葉とかいろいろなものがたまって。 管理が大変なんでで、すとということでどうしてもそのし車ちいわゆるあの葉っぱとか土砂を堆積するいわゆる防火水素のようなものがまず置いてそこからきれいな水を引っ張らないと非常に管理が大変だよということで、まあ、その辺も含めた場合にあのバージニアセンターの,そのいわゆる高さあの取水をする河川の取水口と。 バージアセンターの高さを見ますと、あそこでは非常に難しいなという具合に思っております、ただ災害時の発電、ウェル電源として、水力だけじゃありませんので、太陽光とか風力とかクリーンエネルギーでも調査もしましたので、今後ともそのイニシャルとランニングあたりは十分念頭においてやっていかんなんという具合に思っております。 それからの3点目の、新エネビジョンにもま,あまつわっての、のこれこそ総論で、国の動きと連動して、どういう方向に政策を打つかということのご質問でした、あの議員が触れられた産 k これに基づいて、バイオマスタン構想も作っておりますし、温暖化ですとか、CO2 ですとか、地産地消のエネルギーとか、いろいろな方面から、 あのこの考え方に基づいて、えー、今後もあのできることをやっていきたいということで、まあ、あのこれはあの市だけじゃなしに、府立大学でも、そや地域で、えー、EV、あの電気自動車の電源を木質から取ろうということで調査もされましたし、まあ、各他方面の,あの調査なり情報をいろいろと収集する中で、あのそちらの CNN、えー、なり、 タウン構想なり、この再生可能エネルギーになり、こちらの方向に向けて、えー、まああの仕事はせ千なという具合にあの思っております。以上でございます。松本隆さん、ご答弁いただきました。まあ一点目のこの福島バスの事業の関係なんですけれども、まあ確かにあのご答弁いただきました内容は。 公用のほかということで、ほ、え、か、ー、のまあ老人クラブ等の諸団体の方やらが利用するということで、まあ、でもその中身というのは、その福祉支援を必要とする幅広い市民の生きがいづくり、またこの人と人との交流が深まる、この事業の推進を図るという、こういう意味があるわけですから、あ一般の方にとっては、あのー、 その辺りが、まあ、このような基準に達しましたらどの団体でもまあお借りできるというふうに思っておりますので、まあ、現にその老人会等の諸団体以外の団体でもこれまでそうして使用しております。であと 申し込みの関係なんですけれどもあの、まあ、ちょっと聞くところ老人回答のこの諸団体の方はあ社会福祉協議会さんの方ですかあその辺りでその受け付けといいますかあその辺りを聞いたものをそうして、えー、市の方の担当の方に 言ってておおるようなことも聞いておりますそういう中でまたその老人団体以外の申し込みがあった場合直接、まあ、私ども申し込んだことはありますけれどもその室の方の担当の係の方に申し込みをしておりましたのでその辺りの2通りのこの、まあ、最終的には1つになると思うんですけれども途中でこの 2通りの,この申し込みの申請手続きといいますか、そういったものが発生していると思うんですね、そういうところでよりこの詳しく細かく捉えいながら、そういったものができましたらと思うんですけれども、そのあたりのお考え方について、再度ご答弁いただきたいと思いますし、これから、小水力の発生の関係では、 あの一方では、まあ、これもちょっと全体的な考えなんですけども、まあ、本市もこの各地域で本当にこの高齢化また過疎化が急速に進んでおります中で、えー、u i ターンこの推進の取り組みがそうして力を挙げて行われているわけですけども、まあ、これは あの他の市町村にとっても同様のことで、えー、最も周辺の市町村におきましても力を入れられるところでありますそういう中で、えー、何かやっぱりこのその地域にとって、えー、行ってみたいなまた住みたいなあ魅力あるそういう地域づくりというものを確立していきませんと どこ,へこの友愛対応の関係でもなかなかそういう他からの方がお見えにならんというこういったこともありますそういう意味では一番にこの地域でこの作るといいますかまあ地産地消の考え方のそういう新エネルギーの環境に優しいこの辺りが一つのテーマといいますか一番この そういうい呼びを起こすのに近道かなと思うんですけれども、そのあたりの考え方といいますか、ちょっと全体的ですけれども、どのようなお考えをされておりますか、ご答弁いただきたいと思います川島健康福市長。えまずあの、まあ、生きがい作り、人作りの人と人とのまあ交流と。 先ほどご発言がございましたご指摘のとおり、やっぱりこれらのことは、現役高齢者づくりには大いに役立つもんだろうなというふうに思ってございます。そうした認識のもとに、先ほど申し上げましたように、一定の市役所全体での有効活用を図った上えで、 まあ、そういったあの団体のあの事業活動があの活発で、どうしてもあのバス利用というのが。あの多いということでありましたら、あの。まあ、あの台数を増やすことについても、まあ、ご検討させていただいて。対応していきたいというふうにあの考えております。あの、それと、あの申し込みの方法のことでございますが。あの、先ほど、あの社協で受付を。 されておるとこれはあの社協で実施をされておりますサロン事業、あの市内に39ほどサロンがあの立ち上げられておりますけども、あの社協さんの方うが、まあ、実施主体で、えー、推進をされておる事業でございます、まあ、そういった関係で、えー、サロンの代表の方が、まあ、社協を通して市の方に申し込みをされておるということでございます。えーまあ、それにつきまましては、まあ、今まで通りの ま、そういったあのルートでの申し込みになろうかというふうに思っております。できるだけまあ,あのまあ,あの他との他のまあ,あの社協を通さない。その申し込みやなんかとのまあ。調整はあの調整と言いますか？あのまあ、調整をあの測っていきたいというふうに思っております。以上でございます。 小西流通循環室長。えーっと、UI ターンを一つの例にまあ出された、あ地域の、まあ、各地域地域の魅力づけというようなあのご質問でしたと思います。えー、ちょっとまあ UI ターンの状況をちょっとまあ申し上げますと、当然、パソコンにこう、募集情報をアップするわけですけれども、あのー、今、動いてます、その、 産後期関連の川上部分のいわゆる切ったり加工したりするというところの募集というか応募を見てますとやっぱりその地域資源活用型のまだまあ産業まではいってませんけれどもそういう事業について非常に魅力を感じるということで応募される方とまあ当面その。 お金がいるんでというところで、まさ、あ、しく、な何でもビジネスやったらやるという方と、2、まあ、手あると思うんですけれども、あのまあお一人、若い方が東京の方からこのその事業に惹かれてこられたというような実態もあります、れからまあ議員があのおっしゃったあーその魅力づけの,その視点として、まあ、あの私が別にこれ答えることはないんですが、 あのまあ、例えばあのエネルギーとかあーそれからあまあ電気とか、えー、燃料とか、まあ、そういうあのエネルギー面からの,まあその自給自足、まあ、地産地消といいますかそういったところでその地域に魅力をつけていくという考え方は確かにあると思います。で私もあの観光モニュメント的な仕様ということもこの前申し上げましたし、まあ、どういったところでその観光 モジュメントとして、えー、その自然電源が使えるのかというところはあの十分にその検討ンなーというかに思ったんですけれども、まあ、第一道弁で申し上げましたそのやっぱり経済面もこれはやっぱ無視できないというところで、えーまあ、国においてだめであればあの他の団体でそういう助成制度融資制度を作るかも分かりませんし、まあ、あのバージニアセンターの 運営のあり方も今、福祉と調整はしたんですけれども、まあ、入って、えー、いわゆるバージニアセンターへの、そのバージニアセンターを運転するがための人材を、まあ、地元で確保するか、友愛単位に踏み切るかといったところも含めて、また検討していかんなんと思いますけれども、まあ、そういったあの方々と十分話をしながら、えーまあ、財源面も含めてやっていかんなんなと。 いう具合にあの、エネルギー面からの地産地消についての答弁をさせていただきたいと思いますここで約10分間、休憩をいたします。